江戸時代後期の小引きたちの仕事姿。北斎の別作品、1839年。室町時代、小賀による製材作業小引き、または小引きは木材を小賀を使用して引き切ること、及びそれを職業とするもの。小賀引き、小賀引きとも呼ぶ。15世紀末の資料には、小賀を大の子と読み、大の子引きと表記する場合もあった。 現在の製材、及び製材作業者で、かつ卓越した木材の鑑定能力を持つ、職能集団を指す。奈良時代、国と自社が、建築物の造営、修理のための木材を確保することを目的に、蕎麦として、山林を指定、これを切り出す蕎麦工と共に、大木を製材する小引きが出現した。小引きの歴史において、小賀が登場するのは、 14世紀から15世紀の室町時代に中国から導入された時のことであり、これによって生産能率が飛躍的に上昇した。長さが約2メートルあり、二人がかりで左右あるいは上下から縦引きに引いて木材を切る。こが以前のノコギリは木の歯型をした横引き式のものであった。15世紀末の1494年に編纂された。 三十二番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、石切りと共に、大の子引き、あるいは大が引きとして紹介され、二人が、この歌合わせに乗せられた歌は、というもので、ソマエは産地を出て広い世界に流通していくが、それを切り出す、尾がビき自身は山に引きこもっていないければならないことが、憂鬱である、と読まれた。同職人歌合わせに、 職人として紹介された職能は、その後の時代にあっても、戦士されたものが多々あったが、手工業者層が全国的な広がりを見せた16世紀以降の日本にあって、小がびき、小びきは、手工業者を意味する新しい意味での職人に位置づけられた。江戸時代初期、17世紀初頭の江戸では、 江戸城造営に際して、現在の東京都中央区銀座一丁目から同八丁目までの三十軒、堀川と築地川との間の地区に小引きたちを居住させた。同地域が小引き町と呼ばれるのはこのことに由来し、1五十一年に銀座東と解消するまで町名として残った。この頃には、小賀にイノベーションが起き、前引き小賀が開発され、一人で引くことができるように、 なった。江戸時代後期、19世紀初頭、桑形敬祭が、近世職人尽くし絵巻に、小引きたちの仕事姿を描き、同作を参考に、1831年頃、葛飾北斎が、富岳36系の、東東海山中として、東東海国の山中における、小引きたちの仕事姿を描いている。この、小引きたちが使用しているものが、一人で引くことができる、 前引きヨガである。明治時代以降には、機械での製材が導入され始めるが、手作業での製材作業及び作業者は、引き続き、小引きと呼ばれた。かつて、小引き町という町名であり、小引きたちが居住した東京都中央区銀座の旧、小引き町地域では、足柄木材、耐製材木店の2社が、2012年9月現在も、材木商を営んでいる。 日本の地名に見られる、小引き、小がの主なものである。ありがとうございます。